じゃあ今度は、この生ギターで歌ってみたいと思いますけど、まあ、このなんていうかこう生ギターというかこのフォークギターでねこうやって歌うっていうのが、まあ、我々のこう歌のスタイルの原点でね、振り返ってみると本当に20年ちょっと前にその、まあ、バンドっていうのはお金がその頃かかってね、あのアンプとかエレキとか買ってくれなかった、そしてエレキを持つと不良って言われた時代だったし、親も敬遠してたし、でこの生ギターを持って、そうすると弾き方も簡単だしすぐに覚えたし、そうすると向こうちょうどその頃アメリカの方でボブ・ディランとかピーター・ポール&マリーとかこうフォークソングが流行っててね、でそれをこうコピーしながら歌っていったっていうか、そしてもう一個良かったのは自分で作ったそのメロディー、歌、詞、これをこう自分で演奏しながら聴いてもらえると、これがもう快感でですね、それでこうフォークソングっていうのから入っていったんですけどね、よくピーター・ポール&バニーとかやってたんですけど、この間ねそのピーターさんがですね、背の一番高いちょっとハゲた感じといえば失礼なんですけども、ピーター・ポール&バニーが来日しまして、そして彼と会いましてですね、そしたらなんとですね、あの人は僕のアルバムを持ってましてですね、ミスター・コーセッツのアルバムを自分で買った、でジョン・デンバーとお前は一緒に歌ったことがあるだろうって、あるある、一緒にデュエットでレコードも出したって、うん、そしたらあいつはお前コーセツのレコード買わなかったけど私は買ったっていうね、非常になんか強調しておりましたね。それでまあ番組っていうかラジオ の番組で一緒になったんですけど、その時にじゃあ一緒に歌おうということで、パッサマデドラゴンリーブバイダシーAnd throw it in the autumn mist, the rancorary って歌ったの。で、こう一緒に歌ってたんで、Little Jackie Paper、そこ、こう歌いながら、そこ、ソロ、ソロ、コーセスが一人でそこ歌えっつって言われて、Little Jackie Paper、アジアハートボス、ハミングでごまかしましたね。すっかり忘れてましたね。本人の前で、って、どうしたんだってね、彼が非常に心配そうに私を見てましたけどね。なかなか英語っていうのはすぐ忘れてしまいますけどもね、ですから私も考えまして、じゃあその後は俺も言われたよ、なんか歌いたいのあるかってから、絶対間違いないの、500マイルをやろうじゃないかってそうするとあれはあ、ハンドレッドマイル、あ、ハンドレッドマイル繰り返しなんだよね、あ、ハンドレッドマイル、あ、ハンドレッドマイル、リサイル、ギャンゴーバックも、あ、ハンドレッドマイルって自信を持ってね、そこだけ歌いましたけどね、でもいいもんですね、自分が影響を受けたアーティストとこうやってこう会って一緒にデートできたりするっていいもんですけど、今日はですね、なんていうか楽屋の方にね、アルフィーの坂崎幸之助が来ておりまして、呼びたいと思います、坂崎幸之助。どうもどうも、どうもどうも、アルフィーの南こうせつと呼ばれております。どうも、こんにちは、こうせつに拍手だから こうちゃんはなんだよね、はい、かぐや姫はあれは聞いてたって聞いてましてですね、この間もこうせつさんと、まあ、ワウワウでね、ワウワウで、はい、セッションやらせていただきまして、この模様がですね12月の26日から7日にかけての日本フォーク年間という24時間フォークをやるんですけども、その中の27日の昼間 に僕とこうせつさんと TMNN のきねくんとの3人でですね、3人で楽屋姫というのを組みましてはい、かぐや姫のナンバーをかなりやってますね。2時間ぐらい演奏した、2時間以上やったんじゃない、全部かぐや姫の曲やったの、全部かぐや姫、もう初期のかぐや姫からマニアックなところ、マニアック行きましたね、はい、哀れジャクソン、哀れジャクソン知ってる、知ってるかな、知ってる、あとね、酔いどれかぐや姫、シャーラあれやりだすと止まらない、あれやるとね、止まらないから、それね、2人は結構割り切ってやるんだけど、 TM のキネ君が結構ゼントルマンでシャーラーってのが出しにくいそうに、でも2人は割り切ってI'll eat,
月の夜。知ってる？歌ってたな、これよく覚えてましたよね。この辺は覚えてますね。覚えてるね。歌ってる人いますね。うちのコンサートだよ。そっちが先歌っちゃって、ほんでね、今日ちょうどその話をしてたら、はい、ショウヤンが遊び来て、お伊勢正蔵をちょっと紹介しましょう。なんですから。だってもうすごいよく知ってるもん。楽屋のことでしょ。僕忘れたこと全部知ってるもんね。そう、さっき楽屋でね、本人忘れちゃってるんですよね、伊勢さんもね。あ、忘れてる。こういう、あ、おきせ紙バンドにできるかびっくりしたんですよ。いやでも何も打ち合わせなくてよく歌えたね。びっくりしたでしょ。びっくりした。さっきの打ち合わせ全然違う曲やったけど。こういうの知ってる？翔也が歌ってな。あの日の君は傘さして止まりません、ね、止まりませんね。いやいやいや、じゃあですね、え、ま、こういうのどうよ。これ好きだったっすよね。どういうの好きだった人。これさっき歌ったんですよ。いや、やっちゃった。じゃあ人のよ、聞いてないな。じゃあこれさっき歌ったよね、僕、本当、うん、あ、すみません、じゃあこれ
間をの流れに映るあなたの姿、あれはあれは初めての恋、見つめ合う見つめ合う見つめ合う瞳、あなたと二人。止まりません。ダメですよ。完璧に、悪いけど、完璧に忘れてましたちゃんとね、こうちゃんが知ってるんだ。いやいや、なんででもそんな全部。いや、やっぱ聞き込んでますよ、かなり。なんか、こっちから見てると、こうせつが2人いるみたいなさっきから、すごい去年の夏までは兄ちゃんと来たけれど、来たのは初めて。やってる場合じゃない。ダメだ。坂崎幸之助に選挙された。いやいや。よし、じゃあみんなで一緒に手拍子で面影色の空歌わない？別れた時、面影色の空を忘れました。伸びかけのグラスに映った空を忘れました。あの日の君は笑い下げも通り過ぎる風、それが季節、とっても寒い季節、ななな、ななな、隙間見つけては狭い部屋の中へ。なぜか寂しい夕暮れ時、なぜか寂しい
崎幸之助、拍手。伊勢正蔵。相当年齢高いぞ今日は。